立場が入れ替わって複雑だったであろう関係の武将たち。歴史の細道、案内人の沙織です。戦国時代とは武功によって出世できる時代でした。そのためかつての上司を追い抜くこともできました。それまで上から自分のことをこき使っていた人間が部下になる、現代社会でも嬉しい瞬間かと思いますが、戦国時代でもいつしか主従関係が入れ替わっていることがあります。そこで今回は戦国時代にていつしか主従関係が入れ替わってしまった武将たちをご紹介しましょう。豊臣秀吉と佐々成政。佐々成政は黒幌衆の10人の筆頭、いわば織田信長のエリート家臣。一方秀吉は多くの方がご存知のように低い身分でした。織田家臣の時にはさほど接点があるようには見えない両者ですが、それぞれの身分くらいはわきまえていたことでしょう。しかし織田家にて秀吉が台頭すると徐々に両者の関係が変わります。成政が国持ちとなったのは1575年ですが、秀吉が国持ちとなったのは1573年。つまりこの時点で秀吉は成政を追い抜いたことになりますが、本能寺の変後は秀吉はかつての信長の勢力を平穏し、成政も秀吉に屈服し臣従することになりました。秀吉に関しては成政以外にも追い抜いた武将が多々いますが、かつての上の立場の人間を処断することになる。つまり成政とすればかつての下の人間から切腹を命じられる。戦国時代とはいえ内心はいろいろと思うことがあったのではないでしょうか。徳川家康と今川氏真。後に長期政権を樹立することになる徳川家康ですが、もともとは今川家臣。元服も今川氏の下で行われていますし、当初家康は元信と名乗っていましたが、これも当時の今川家当主である義元から返記を賜ってのもの。しかし義元が桶狭間で信長に討たれると独立を画策。また今川家では氏真が当主となりますが、その後の戦国時代の動乱の中で今川家は滅亡します。すると当主であった氏真は北条を頼るのですが、その後家康の庇護下に入り、かつての関係が逆転しました。氏真自身はあくまでも庇護を受けて生活を送っていましたが、その子供は秀忠に出仕し、今川の家を後世まで残すこととなりました。鍋島直重と龍造寺家。鍋島直重は龍造寺家の当主であった高信のいとこであり、義理の弟でもありました。あくまでも高信に仕える身として龍造寺家の領土拡大に貢献しました。そして高信の嫡男である正家が後を継ぐと、高信自身から後見人に指名されるなど、高信からの信頼を得ていたことも伺えます。一方で晩年の高信は直重を疎んでいたとの説もあります。年齢を重ねおごりが見えてきた高信に対し還元を行う直重。もちろん家のためを思ってのことですが、そのような直重を疎んじるようになったともされています。しかしその後龍造寺家に衝撃が走ります。島津家との沖田縄手の戦いにて高信が討ち取られるのです。すでに家督を譲った身ではあったものの、龍造寺家のかつての主が戦場で亡くなってしまったのです。結局はその後島津に恭順しつつ、秀吉と通じて九州征伐を促し、秀吉が九州征伐を起こすと島津と手切れし、島津攻めの先鋒を務めました。この時の働きは秀吉から高く評価され、九州征伐後北征は当主である正家ではなく直重が担うよう命令されました。しかしあくまでも龍造寺家家臣として正家に仕えていました。
そして関ヶ原の戦いの後、幕府公認のもと、龍造寺家から主権の禅譲を受け、正式に佐賀藩の主家となりました。しかし直重は藩主の座につくことはなく、息子である勝重が佐賀藩の初代藩主となりました。これは龍造寺家に気を使ってのことだとされています。石川数正と徳川家臣。石川数正はもともと徳川家康の家臣でした。しかし小牧長久手の戦いの後、豊臣家に出奔してしまいます。その理由については諸説あるのですが、秀吉に出奔した時点で河内国内の8万石を領しています。つまりこの時点で大名格となりました。それまで徳川家臣だった数正が豊臣家臣として大名格にまで上り詰めたことで、かつての徳川家臣たちよりも数段上の立場になりました。もともと徳川家でも高い位置にいたとはいえ、この時点では多くの徳川家臣よりも上の立場になりました。しかし皮肉にも北条征伐後、家康は広大な旧北条領を手にします。数正自身も松本に10万石の加増違法となりましたが、井伊直政や榊原康政など家康家臣の身でありながら10万石を領した家臣もいました。数正の出奔に関しては様々な説があるとお伝えしましたが、秀吉に下ることで家康との戦を回避する密約説もあります。この場合は話は別ですが、良い感情ではない形の離別であれば、家康家臣たちと微妙な空気が流れていたことでしょう。家康心中後、数正が家康家臣たちと旧交を温めたとの記録はありませんが、離別の理由から複雑な関係だったことは想像しやすいのではないでしょうか。上杉家と最上家。上杉景勝は本能寺の変の直後に秀吉と吉見を結びました。本能寺の変がなければ滅亡していたのではとも囁かれている上杉家ですが、本能寺の変によって九死に一生を得ると、その後は秀吉に恭順。賤ヶ岳の戦いから秀吉側として動いていました。一方、最上義明が秀吉に心中したのは小田原征伐の時。24万石の安堵を受けましたが、60万石程度とされていた上杉とは大きな差がありました。また実は上杉は最上に対して軍事行動を起こしています。小田原征伐前ですが、大崎合戦にて最上が動けないことを見越した上杉軍が最上領になだれ込みます。もちろんこの時点では最上はまだ秀吉に心中していませんので、上杉としても見逃す理由はありません。結果的に領土を奪われるのですが、取り返そうと思ったら上杉だけではなく、その後ろにいる豊臣家を敵に回すことにもなりかねませんので、最上はその時点では諦めます。その後の豊臣政権内でも大大名として大きな存在感を発揮していた上杉に対し、あくまでも小田原征伐後に侵入した東北の大名としての立ち位置でした。そして関ヶ原の戦いでは再び両者が激突します。東北の関ヶ原とも称される長谷道場の戦いで激突した両者ですが、関ヶ原本戦が早く終わってしまったことで、結局は上杉は退却することに。さらに戦後処理で最上は57万石の大大名となった一方で、上杉は120万石から30万石に減俸となってしまいました。上杉とすれば豊臣政権時には格下だと思っていた最上よりも下の格となってしまったのです。しかしです、両者の関係はまだ終わりません。というのも、その後最上家はお家断絶となってしまいます。義明死後に家督を継いだ家近も急死すると、その後最上騒動と呼ばれるお家騒動が勃発。
幕府の仲介をもってしても解決しなかったことで改易処分となってしまったのです。その改易処分となった際、後上氏の居城であった山形城の受け取りを務めたのが他ならない景勝でした。それまでの因縁、さらには景勝自身の立場を考えると、この山形城受け取りは複雑な心境だったのではないでしょうか。まとめ。戦国時代は出世することでそれまでの人間関係が変わることは珍しい話ではありません。しかし、近しい存在に抜かれたり、あるいは追い越したりといった関係は複雑な人間関係をもたらしたことでしょう。この点は現代社会も同じかもしれませんが、だからこそ抜かれたくない、いつか追い抜くといった点も生き抜くモチベーションになったと言えるのではないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。